広島東洋カープ対オリックスバファローズのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしく。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ楽しみに見たいと思いますね。打ちました、ピッチャーが取る、アウト、ワンアウトです。バッターは DH ポランコ。宮城、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー宮城、そしてキャッチャーは古田。このバッテリーをバファローズ打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が切る。まず何を投げてくるか。打ちました、宮城、一塁アウト、スリーアウトです。さあ、これからバファローズが守備につきます。バッターは松本です。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。初球は何から入ってくるか。インサイド決まっています。低めの変化球は外れました。内へ低めに変化しました。さあ、4球目は何か。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。源田が抑えています。ワンアウト。バッターは2番に入っている大山。森下、まずは先頭バッターを打ち取っています。切れていきます、ファウル。見逃して三振です。クリーンアップが登場します。バッター高橋。ツーアウト、ランナーありません。最初は変化球できました。膝元をつきましたが外れました。外れてますか。はい、インコースわずかに外れてボール。外れてますか。膝元、変化球がわずかに外れています。いいボールですね。インローへキレのある変化球が決まっています。スリーボールツーストライク。打ちました、取った、一塁アウトで、スリーアウトチェンジです。2回表に入ります。バファローズの攻撃、バッターボックスは4番ビシエド。バファローズ得点に動きはありません。打ちました、ショートの左抜けました、ヒットになった。バッターランナーは2塁到達。さあ、そしてバッターボックスには殿崎が入っています。続けて期待できるバッターに回ってますね。さあ、カープピッチャーが変わります。1打線、さあ、まず1球目、外の球打った、抑えた、そのまま入って1塁アウト。しかしこれは進塁打になりました。さあ、そして打席には木下が入ります。ここはいいバッターが続きますから、チャンスですね。さあ、アウトカウントが1つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。まあ、この先制のチャンスをしっかりとものにして攻撃を終えたいですね。なるほど、そうですね。変化球を狙ってたんでしょうかね。次が4球目、変化球打った、取った、一塁送球、一塁。際どいコースによってストライク、155キロです。インサイド落ちました、ファウルになります。これが3球目、アウトコース打ちました、ショートが取る、一塁アウト、スリーアウトです。2回の裏になります。さあ、カープこの回は4番から始まります。秋山が打席に入ります。ストライク。バファローズ1点リードで迎える中盤です。いいコースだったんですけどね。アウトロー、際どいところ、わずかに外れました。チェンジアップ外れました。変化球を持ってきましたが、わずかに外れました。高めのボール打ちました、高い打球右中間へ、この先抑えてワンアウト。5番バッター小久保。森下、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球持ってきました、ストライクです。
2球目打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになります。ここはゲッツーを取るようなピッチングがありそうですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。これが1球目。ストライク。初球は見てきました。いやカットボールから入ってきましたね。もうちょっと低くいきたいですね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。この球は外れています。際どいコースには投げ込んでいます。変化球空振り、アウト。ツーアウトになっています。バッターは7番に入っている中村。ツーアウトランナー1塁です。初球ボール。ここは長打が出やすいカウントですから要注意ですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。2球目打ちました。ショートうまくさばいて1塁アウトで3アウトチェンジです。3回に入ります。バファローズの攻撃。バッターボックスは8番オコエ。バファローズ1点リードで迎え初球打ち取ってワンアウトです。バッターは9番に入っている万波ロドリゲス。まずは先頭バッターを打ち取っています。ストライク。最初は変化球できました。ストライクです。これが2球目。インサイド落ちました。取りました。ツーアウトになりました。打順は1番に帰ります。バッター源田。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。この回のバファローズ打線ですがたった3球で。バッターボックスには代打の上川畑。ああよく見ましたね。はい、インコースわずかに外れてボール。バッターセカンド取る。一塁アウト。スリーアウトです。ここでバファローズ守備を変えてきました。カープ最後の攻撃になります。8番バッター源田。バファローズ1点リードで迎える最終回です。バッターボックスには代打の高橋。さあここはなんとか意地を見せておきたいところ。当然ベンチもそれを期待してるでしょうからね。そうですね。この起用に応えたい。さてバッターの高橋どういうバッターなんでしょうか。まあどんな球にも対応して鋭い打球を左右に飛ばす頼もしいバッターですね。そうですか。ストライクは外に決まりました。はい、バファローズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番。ここは高めのボール誘ってきましたが手を出しません。打った伸びていく。どうだ入った。ホームライン。バッターボックスには代打の坂倉。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。そうですね。さあ改めて集中していきたい場面。変化球打った。セカンドが抑えた。一塁アウト。打順はトップに帰って松本。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ワンアウトランナーありません。アウトコースのチェンジアップ。さあ3球目は何か。いい当たり。センターフライ掴んでアウト。2番バッター大山。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。ツーアウトになっています。ボールになります。ボール先行です。次が3球目。打ち上げました。落ちた。ヒットになる。センター前ヒット。ツーアウトランナー1塁。バッターは3番高橋。先ほどの打席はサードゴロ。バファローズピッチャーが変わります。1塁。初球ボール。バッター有利なカウントになりました。
これで3ボール厳しくなったか。そうですね、バッターをね意識しすぎたかもしれません。ああそうですか。4球目は何で来るか。1塁アウトで3アウト。はい、これから4回バファローズの攻撃です。さあここで迎えるバッターは DH ポランコ。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。バファローズ同点で迎える最後の攻撃です。最初は変化球できました。ベース狙いインコースに攻めてきました。いい当たりだ。セカンド取った。二塁フォースアウト。アウト。ゲッツーを取りました。さあそしてバッターボックスには前田が入っています。いい場面でいいバッターが続きますね。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。まあこの回で勝ち越しておければ非常に有利になりますので集中したいですね。なるほど、そうですよね。高め見送ってストライクです。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理してインサイド打った。一塁アウト。これで3アウト。カープ4回裏の攻撃になります。この場面で迎えるバッターは4番秋山。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。バファローズ同点で迎える最後です。バファローズピッチャーが変わります。一打サヨナラ。外の球打った。抜けた。セカンドランナー帰ればサヨナラですが、ここは三振が取れれば理想的ですね。なるほど。さあキャッチャー、バッターボックスには代打のサブロー。大歓声を背に打席に立ちます。さあ西さん、なんとかサヨナラに持っていきたいですね。もう意地で作ったチャンスですからね、ここで決めたいですよね。また初球。さあサヨナラランナーがホームイン。サブローサヨナラの